走ってる感じがするんですけど、ね、しますよね、はいはい、いや相当いい感じじゃないですかこれは。こちらのコーナーはですね、土屋圭一の辛口愛車チェックのコーナーでございます。はい、そうですね、土屋さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、今日はですね、今回はブリッツの小林さんにね、おうおう、あの男前の、そうなんです、うん、車を持ってきていただいたんですよ。うん、ブリッツの小林さんはですね、フリア1個似てるんですよ。そうそうそう、髪型が。そうそうそう、相当モテますよ、あれは。髪型ね、うん、はい。でも雰囲気もなんかありましたよね。はい、奥様キャラですからね、近所の。では、よろしくお願いします。はい、ブリッツの小林です。髪型がフリア1個ですよ。やらしい男ですよね。ここのところをナイフしてみたら、これ辺のウェーブ、それと後ろを見てください、これ辺。車紹介してよ。車、はい、車ね、停車した、はいはい。今回のまずカスタムのテーマを発表してください。テーマはこちらです。走りやすいチューニングカー、はい、乗りやすいチューニングカーということで、乗りやすいチューニング、もともと今回 GR ヤリスを GR ヤリス今回、ね、はい、お持ちしてるんですけど、はい、トヨタ自動車さんが、スポーツカーを見直すということで、うん、言ってましたよね、新しく作られた、ね、はいはい、車なんですけど、うん、元の車がすごいいいんで、元々いいですよね、この乗りやすさをそのままこう斜め上にこう上げていくようなチューニングで、なるべく乗りやすくチューニングを楽しんでいただくという仕様にしてます。外装はどういうところですか、ポイントは。外装は正直GR スポーツのエアロなので、うん、ブリッツのエアロパーツとかはついてないんです。なるほど。純正で普通にオプションで買えるエアロがついてて、実はホイールとタイヤは円形さんとダンロップのタイヤホイールに変えて、うん、あとサスペンションで少しローダウンしているような仕様になっている。なんかこれなんかストラップ入れることによって雰囲気ね。そうですね、ちょっとこれはステッカーを貼らせていただいてます、ね、この上はこれはそこは純正で、純正ですね、はい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 、でそんなにガリガリにいじったとかじゃないということですね。まあ、で乗りやすいってことですね、うん、そうですね、はい、で乗りやすいで下級圧を上げて、うん、パワーを少し20馬力ぐらい上げてるので、あ、そうです。これはなんか例えば内装はどっかポイントは、内装も基本的にはもうほぼノーマル一緒、うん、でちょっと一瞬見させてください、はい、後ろはマフラーが変わって、あ、先にマフラー、マフラー変わってますね、あ、本当だ。なんで給排気ブーストアップの、お客様が一番最初にやっていただきたいメニューを今回施して持ってきてる、あ、なるほどね、はい、まあ、そのくらいがちょうどいいよね。あ、まあそうですね、うん、これだと正直言って僕でもね、なんか乗れるからちょっといいですか、うん、普通に乗れるよ、はい。これシートも変わんないんですね。はい、シートもノーマルです、ね。あ、もう、はい、標準装備、標準装備。はい、あ、これはもう全くいいじゃないですか。いいよ、うん、いいシートだよ。このまま僕も帰って今日帰りますよこれ。ね、そういう車ですよね。うん、そうそうそう、乗って帰れる。はい。あ、あのね、クラッチも重くないわ。軽いよね。うん、うん、全然。でノーマルで十分スポーツ走行楽しめるような仕様になっているので、うん、はい、それにちょっとこう味付けをさせていただいたような感じ、うん、まあ、吸気がね、はい、あ、ここですね、うん、ここは見てましょうか、はい、そうか、前に出してんじゃないんだ、あ、そこですね、はい、で、エアクリーナーを変えて、ちょっとあそこ変えるだけでも全然なんかね、変わる変わる、見た感じでね、ベーシーな風、吸排気で全然こう伸びるよね、エンジンがね、はい、はい、あとタワーガンも入ってんですね、そうですね、これですね、そうです、はい、そうです、ストラットタワー、これは入ることによってやっぱり剛性っていうか剛性は、はい、フロントのね、うん、フロントの剛性が上がるよね、はい、これあれですか、どのぐらいかかるんですか、これここまで仕上げる、チューニングこの状態だと、うん、車両がこのエアロパーツ付きの状態であれば、うん、100万円かかるかかかんないかぐらいじゃないか、いける、はい、うん、でも楽しめるね、そうですね、うん、一番タイヤホイールが高いんじゃないかなと思います、うん、これタイヤホイールでどれぐらいするんですか、タイヤホイールで30万はしないと思うんですけど、うん、はい、なるほど、で一応室内からこう減衰力が、サスペンションの減衰力がこう自動で変化できる、変えられるので、あ、それは便利、はい、こういうサーキットで走る場合はちょっと絞ったり、うん、街乗りする場合は緩くしたりして、ね、はい、乗っていただける、高級車なんかみんなもう室内でできるじゃない、コンフォート、スポーツ、あー、そうですね、サーキット今 ねもう BM とかね、ベンツも5種類ぐらいありますもん、ね、トラックモードからさ、そういうことですよね、うん、はい、分かりました、じゃあ閉めてください、閉めてください、はい、分かりました、いやいや、なんか軽いな、分かんないね、壊れちゃいけないですね、下の車ですから、そうそうそう、じゃあもう今日はサーキット走る仕様にされてる、そうですね、ちょっと足回りを減衰を少し高めに設定して、うん、はい、ちょっと乗っていただこうかなと思ってます、はい、これもや楽しみだね、じゃあちょっと早速で土屋さん、乗ってみますか、もうめちゃくちゃやってください、はい、何がめちゃくちゃですか
じゃあお願いします。お願いします。行ってきます。あ、お願いします。じゃあ、はい。いってらっしゃい。さあ、小林さん、こっち来てください。はい、さあ、さあ、ブリッツの GR ヤリスです。するしてるように見るじゃないですか、うん、でもねタイヤの減り方がどんなプロが乗るより土屋圭一が乗ったのが後が綺麗だってみんな言うの。だから多分すごい上手いんですよ。急排気系とサスペンションタイヤホイールですね。しっかりしてる、結構しっかりしてる。さんのいやなんかいい感じで走ってる感じがするんですけど、ね、しますよね、はいはい、いや相当いい感じじゃないですかこれは。なるほどね、ああ穏やか穏やか、結構穏やかだよ。ああ跳ねないわ、割とね足は硬いんだけど跳ねない、これがおすすめかも。なかなかいい足だよ。硬いんだけど跳ねない、その入力の仕方がうまいんだろうね。あとデフかな、デフが弱いのか、これ以上効かしてもバキバキ言うだけかもね。まあでも乗りやすいよ、これは普通に乗りやすい。あれありがとうございました。なんか土屋さん、はい、笑顔が見えますね、笑顔が。まあなかなかいいですよ。いいですか。ライトチューンにしては、はい、結構ありがとうございます。結構乗りやすい。あ、そう、うん、どの辺がいいですか。ノーズの入り方とか、うん、あとは旋回でアクセル入れた時に、うん、デフがないの。デフ、あのノーマルだよね。ノーマルのデフです、ね、はい。だからアクセル入れても立ち上がりでちょっと逃げるんだけど、うん、だけど、まあ、このくらいの方が普通の人は楽なのかな。あ、俺らだともっとやる、ね、頭入れた後アクセルバコンって入れて立ち上がりで引っ張るっていうのが好きだけど、うん、一般の人だとやっぱこのくらいの方がいいかもね、うん、まあね、あの乗りやすいっていうのがね、そうですね、ちょっとのテーマにしてますもんね、はい、乗りやすい、ね、で足も硬いんだけど、うん、
硬いんだけどゴツゴツ突き上げないしさ、うん、ポンポン跳ねないし、うん、だから遠赤使っても割と使えるんだよね、うん、あと枕の音がいい、まあね、なんか気持ちいい感じがしたんですよ、はい、うん、すごく。であの車検も、ね、車検も OK なレベルのいいところ、ね、ああそう、はい、これだったら変なし、女性と乗ってもね、なんかほらあんまりすごいとさ、女性がちょっと引いちゃうじゃないですか、はい、そういう感じはしなかったね。いやだって見てくれがほらそんなに、うん、そのノーマルにさ勢いはないよね。そうメーカー純正のエアロパーツだから、うん、そんなケバケバしてないじゃない、うんうん、だから別に女の人は引かないよこれだったら。そうだよね、ケバいのはやっぱり、うん、やばいと思うけどちょっとね怖がるけどね、うん、で室内もいじってないし、うん、乗り心地もいいし、うん、で調整できるからさ、うん、そうですね、室内で、はい、ケイちゃんどうです、走ってる感じがねすごい疾走感があって良かったですよ、うんうんうん、ありがとうございます。そう、そのくらい、うん、だからやっぱり上級者になると、うん、やっぱこういったところでこのデフだと外に逃げちゃうからさ、踏んだら内側に入るデフが欲しいなと思うけど、うん、普通の人だったらこのくらいの方がいいかな。十分だよね、うん、そう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 、ね、もうやっぱデフ入れるとバキ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 音するからさ、あ逆に違うね、部分が出てきちゃった、うん、ちょっと競技者に近くなるじゃない。確かに確かに、小林さん人々仕様としてはいいですよ。小林さんなんかかなり好印象なイメージがしますから、ね、いやなかなかいい本当に、ねね、これいい点数ベストですよね。さあ福田さん、辛口評論家なんですけども、はい、点数は、まあ、これだったら9点あげてもいいんじゃない。9点、うん、ありがとうございます。おー、ノーマルが全然乗りやすいから、はい、でそれをさらにライトチューンしてるからさ、うん、だから悪い方向に行ってないの、チューニングが。うん、だからこれは OK です。 OK、はい、そのマイナス1点はどこなんですか。うん、まあ出口のアンダ ー、アクセル踏んだ時の。なるほど、もうちょいね、やっぱ我々としては頭入った後アクセル入れて引っ張り出してくれるっていうさ、そこが欲しいから。だからまあその人自分のできる量は分かってるから、そう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 、僕だったらこれぐらいいとか私だったらこれぐらいいっていうね、そうそうそう、加減で言うともう大満足ですよね。もうストリート仕様としても全然十分ですよ、ね、はい、どうですか、はい、ケイちゃん、ね、一般の方向けだったら10点上げてもいいかなぐらいのね、うん、そうだね、話でしたよね。本当にそう、なかなか素晴らしいです、うん、はい、はい、車のことならアヘッドモーターサービス、あなただけのこだわり。車の競技、カスタムチューニング、新中古車の買取販売ならアヘッドモーターサービスへ。改造車買取専門店、改造車買取本舗、高価査定、カスタムパーツ大歓迎。お手軽スマホ査定なら最短5分、改造車買取本舗で検索。車の話番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。